った品川、何人かなきゃいけない、寺内と間宮2人、間宮って何だっけ、間宮ってだからトロンボーンのさ前も覚えてなかったな、間宮は覚えてるぞ、寺内わかる、ゼロじゃトランペット大きい人、大きかねえな、覚えてねえか、寺内あったらびっくりした、あいつも物産のグループ会社だったみたいな、あ、そう、みんな忙しくしてるんだね、すまじいな、家で仕方はそんなからない、みんな、まあな、もうあとでも20年くらいだよね、現役で働けるのも、20年もちゃいい方でさ、あんまりでもみんな変わってなかったな、見た目変わってなかった、どっち、はい、東京の人ってさ、東京の人長距離移動平気だよね、長距離移動、あ、長距離ってなんだ、どれくらいの移動行ってんの、え、この前奴らもさ、あれ寺内も東中野、間宮横浜、から来てくれたんだよ、どこに、品川、品川、あ、横浜から品川された方がいいね、長距離じゃないね、横浜品川はいいけど、で結局だってあれだろ、間宮厚木まで帰ってくる、厚木だの、間宮厚木だよ、さっき中野、東中野ってなかった、東中野は寺内の職場、まあ1時間以内できる場合って長距離とやらないよね、あっちじゃな、うん、私にとっては長距離だけどあんたいつも食事接近だもんな、うん、賢明だと思うよ、うん、私にとって基本的に今職場どこなの、茶の水、あ、茶水か、昔も茶水行ってたな、そして今総武線一本、どこどこ、総武線一本、総武線今歩き、歩き、いやいや、あの茶水まで、茶水まで歩き、歩き、うん、浅草橋から、まあ、ゲーム場か秋葉原か、歩いてんの、うん、まあ歩いていけなくはないけど、何分ぐらいかかる、20分ぐらいかな、まあ、そんなもん、うん、天気悪い時だけ電車が、天気悪い時だけ電車が、すげえな、この玉作りっていうの、玉作り、スーパー玉作り、そばあるの、それ玉で、玉でいった、うん、これがさ、あの上町断層つって大阪の下通ってるさ、断層露出してるところで、ここは何食ってるの、これ、ここは何区なんだろう、俺もね、区の区よくあるんだ、大阪の区、ちっちゃいからな、大阪の区は、あ、そうなの、だってそもそも東京より面積ちっちゃいじゃないか、環状線一周ってのが、うん、山手線 の、 あの8割ぐらい、8掛けくらい、あ、そう、この辺はでも中央区か東成区か、その辺だろうな、何巻の、24、24万の近く線に、うん、東京は23しかないの、うん、何ですか、一個分裂したんだよ、あ、そう、昔大淀区ってのあったんだけど、うん、まあ、北区となんか分かれたの、
からさ、橋本の言うさ、再編ってのもまあ理にかなってるとこあると思うよ。そうだよね、うん、東京でもちっちゃく気持ちよくわかるね、うん、これはやっぱり不合理、まあ、東京にいたことがある人なんてそう思うかもしれないね。そうね、東京とかで行ったことがないからね、普通じゃんと思うかもしれないもんね、うんうん、どっちかな、こっち、まあ二重行政の村というかな。大阪ってのは貧乏でさ、スラム化したとこが大部分占めてんだけど、うん、この辺りだけちょこっとこのいいとこっちの、そう、うん、ちょっと閑静な場所。大阪は8割方スラム化してるからね。そんなんスラム化してんの。そうね、もう西半分なんかほとんど全滅だからね。まあ産業にしてもシャープにしても大阪に出るの会社って最近調子悪いもんね。そういうとこよりもね、うん、いわゆるほら生活保護とかさ、うん、ああいうのが多いんだよ。そうなの？企業がいいとか悪いとかじゃなくて、もうそもそも企業で働いてない人が多い。その代わり市役所で働いてる人が多いでしょ。市役所？市役所は私多いんだよな。そう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 。ある意味小さな社会主義国家だね。質が悪いんだよ大阪は、ね、社会主義国家、人間意地悪いしな、社会主義国家、うん、人間意地悪い大阪は。